富山駅は、富山県富山市明林町にある、西日本旅客鉄道、愛の風富山鉄道の駅である。なお、本校では当駅に隣接する富山地方鉄道の以下の駅及び停留場についても詳述する。各駅、停留場の位置関係 JR 西日本、愛の風富山鉄道の富山駅は JR 西日本の北陸新幹線及び在来線の高山本線、愛の風富山鉄道の愛の風富山鉄道線が乗り入れている。愛の風富山鉄道線はかつては当駅の所属線であった北陸本線の一部であったが、北陸新幹線開業と同時に愛の風富山鉄道へ移管された。これに伴い、在来線構内は JR 西日本の在来線である高山本線も含め愛の風富山鉄道の管轄となった。富山地方鉄道の電鉄富山駅は本線の単独駅であるが、隣の稲荷町駅で分岐する富士越線の列車も乗り入れており、事実上に方向の列車が利用できる。JR 西日本、愛の風富山鉄道の高架下には、富山地方鉄道の富山駅停留場が設けられており、富山軌道線、富山港線が乗り入れる。富山軌道線、富山港線には6つの運転系統が存在するが、富山駅停留場にはそのすべてが発着する。富山軌道線にはこのほか、駅南側の道路上に、電鉄富山駅、エスタ前停留場が設けられている。この停留場は2015年3月14日に、富山駅停留場が開業するまでは、富山駅前停留場を名乗っており、富山駅の最寄り停留場であった。富山港線は2006年2月28日までは、JR 西日本の運営で、同社の富山駅に乗り入れていた。その後富山ライトレールに移管されるとともに、富山駅付近の線路が道路上に移設され、2006年4月29日から2020年3月20日までは、駅北口に設けられた富山駅北停留場に発着していた。富山地方鉄道に経営統合された後、2020年3月21日に線路を高架下に延長、富山駅北停留場は、富山駅停留場に統合され廃止となった。1908年11月に現在地に移転するまで、高利屋にあった富山駅の仮駅舎。1908年11月に現在地に移転するまで、高利屋にあった富山駅の仮駅舎。1901年当時の富山市区域拡張予測図。図中、長谷小清水路とあるのは、下流改修事業後の神通川。仮停車場とあるは1908年移転以前の富山駅、将来の停車場とあるは、当時における富山駅建設予定地、県庁とあるは、現在の富山城址公園を示す。1909年当時の富山駅。1932年頃の富山駅構内1934年頃の富山駅前。駅舎左には、コンクリート製の省営バス笹津線の車庫。右端には、駅構内に乗り入れている市電の姿が確認できる。空襲後に、バラック建築となった富山駅1953年建て替え後の、富山駅駅舎富山駅周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1987年4月当時の、富山駅北口駅舎富山駅に停車中の、富山港線475系電車、富山駅周辺の空中写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成建設の進む高架ホーム建設中の新駅舎、富山駅前において行われた、富山軽便鉄道開通式1933年当時の富山駅構内廃線図。富南鉄道と富岸鉄道が、富山駅に乗り入れている。戦前の電鉄富山駅。富山電気鉄道株式会社の本社でもあった。電鉄富山駅の待合室に集まる人々、富山駅構内に乗り入れた戦前の富山駅前停留場、昭和30年代の富山駅前、停留場建設中の富山駅北停留場、北陸新幹線関連工事に合わせ、富山駅においては、周辺 1.8km にわたり、連続立体交差事業が行われている。この事業は在来線によって南北に分断された富山駅周辺の土地利用や道路交通の障害を鉄道の高架化による道路の新設や拡幅によって克服し、合わせて歩行者用の南北自由通路の整備や富山地方鉄道富山軌道線と富山ライトレール、富山港線の接続によって南北一体の街づくりを推進することを目途として行われているものであって、まず JR 在来線を一旦北側に移設し、高架化する工事が2005年10月6日より開始された。2007年3月18日からは北口、2010年4月19日からは南口が工事の影響によって仮駅舎となり、2008年10月20日からは下りホーム、2010年4月19日からは上りホームが仮ホームに切り替えられている。新幹線の高架ホームは2015年3月14日より供用が開始され、同時に富山地方鉄道富山軌道線の富山駅停留場が新幹線高架下に開業した。続いて同年4月20日からは愛の風富山鉄道線上り方面と高山本線の在来線ホームが高架ホームに切り替えられ、2019年3月4日には愛の風富山鉄道線下り方面についても、高架ホームへの切り替えが完了した。これにより、富山駅の在来線ホームは、高架上に2面5線が整備された。引き続き在来線の地上ホームの撤去や、南北自由通路の整備等の工事が行われ、2020年3月21日に、富山地方鉄道富山軌道線と富山地方鉄道富山港線が接続された。加えて、富山地方鉄道本線 1.0km も高架化され、電鉄富山駅のホームは2面2線となる予定であり、これについては2019年度より事業に着手する方針が示されている。なおかつて、北陸本線と富山地方鉄道線を接続していた、当駅構内の連絡線は、一連の事業にかかる工事によって廃止されており、この連絡線が高架化工事後に復活する予定は立っていない。後述のように、富山駅の新幹線高架下には、ひときとし譲渡や、マルシェや、クラルテといった商業施設が設置されており、在来線高架下にも商業施設を設置すべく検討されている。2017年には、周辺の再整備が評価されグッドデザイン賞を受賞した。前述のように、富山駅の周辺連続立体交差事業においては、かねてより軌道線の高架下への乗り入れが計画されていた。この事業のために整備される富山駅南北接続線については、富山市が軌道を保有し、富山地方鉄道が車両の運行を行う上下分離方式によることが2013年2月4日に発表され、同年4月26日にその旨国土交通省より、特許が与えられた。そして2014年6月2日に、富山地方鉄道は、富山駅の高架下に新設する新停留場の名称を富山駅停留場とすることを正式決定し、発表した。この富山駅南北接続線は2015年3月14日より運輸営業を開始し、富山駅停留場は同日に開業した。同時に、既存の富山駅前停留場と新設の富山駅停留場と乗客が混同する恐れが生ずる可能性に鑑み、富山地方鉄道と富山市は富山駅前停留場の解消を発表し、同年3月14日よりこれを電鉄富山駅エスタゼン停留場に解消した。2020年3月21日に富山駅南北接続線が富山地方鉄道富山港線と接続された。富山駅においては1958年10月16日に、かつて牛島の土部が広がっていた場所に初めて北口改札が開設され、その後1999年12月4日に北口駅舎の改築が竣工したが、それまでの駅舎と地上ホームを撤去して、駅を高架化することを目指す富山駅の連続立体交差事業のため、2007年3月18日より、北口においては、仮駅舎を使用することとなった。この仮駅舎は従来の駅舎の東隣に設けられ、1階にはミニコンビニや富山ライトレールの乗車券販売所が入居し、2階及び3階を社員事務所として用いていた。2015年3月14日より愛の風と山鉄道が開業し、在来線の富山駅が同社に移管されると、北口もまた同社の管轄下となり、出改札は JR 時代に引き続き JR 西日本金沢、メンテックに業務委託されたものの、1997年10月1日以来開設されていた緑の窓口や JR 線にかかる券売機は撤去された。この措置に伴って利用者から不満の声が上がった結果、西日本旅客鉄道は富山県からの要望に応じて2016年2月19日に緑の券売機を再設置した。また、2015年4月20日からは北陸新幹線利用者のために専用の通行券を発行し、富山駅に下車し北口へ向かう旅客、または富山駅北口より北陸新幹線に乗車する旅客へ、愛の風と山鉄道富山駅の構内を通過することを可能とする措置を取っていた。しかし、前述の北陸新幹線開業に伴う富山駅の連続立体交差事業の進捗によって2019年3月4日に北口駅舎は閉鎖され、南北の改札は統合された。これにより新幹線利用者のために行われていた愛の風と山鉄道富山駅構内の通り抜け措置も終了した。新たな富山駅北口の整備事業は2019年末に着工され、2022年3月までに完成する予定となっている。3階に島式2面4線のホームを持つ高架駅である。通過線はなく、可動式安全柵が設置されている。改札口は1階南北自由通路からの中央改札口と駅中商業施設の富山マルシェ内から通じる2階改札口の2カ所で2015年4月20日に愛の風と山鉄道並びに JR 鉱山線の上り線ホームを高架に切り替えたのを機に新幹線2階改札口に隣接して在来線の改札口が設置された。乗り場愛の風と山鉄道が管轄する在来線の富山駅は、切り欠きホーム1線を加えた島式ホーム2面5線を有する高架駅である。2015年4月20日の一部ホームの高架化以前には、島式ホーム2面4線、片面ホーム1面1線及び切り欠きホーム1線の計3面6線を有していた。また2006年3月1日以前には4面9線、1切り欠きを有し、富山港線の列車が7番8番乗り場に発着していた。愛の風と山鉄道による直営駅である。高山本線に関しては、愛の風と山鉄道の窓口、券売機では猪谷までの普通乗車券しか購入できないので、その先まで乗車する場合や特急、飛騨の特急券や定期券を購入する場合は、緑の券売機で購入するか、新幹線の窓口で購入するか、下車駅で乗り越し精算を行う必要がある。2015年3月13日以前の JR 北陸本線時代には、特急、サンダーバード、しらさぎ、おはようエクスプレス、はくたか、北越、トワイライトエクスプレス、2012年3月16日以前には、特急、日本海、急行、北国、2010年3月12日以前には、特急、北陸及び急行、能登、2001年3月2日以前には、特急、白鳥、1997年9月30日以前には、特急、白山の停車駅でもあった。乗り場2019年3月時点のホーム構成は、下表の通り。在来線では、金沢方面が、上りなのに対し、北陸新幹線では東京方面が上りとなる。2015年4月20日の上り線高架切り替え後は、1番線が愛の風と山鉄道線、2番線が高山本線専用、3番線が高山本線、愛の風と山鉄道線共用とされているが、実際には2019年の下り線高架切り替えまでは1番乗り場にも、高山本線の列車が発着していた。一方、4.5 番線ホームは下り専用となった。また現在、駅中商業施設の富山マルシェ内から通じる2階改札口は、これまでの新幹線改札口に加え、2015年4月20日より、愛の風と山鉄道の改札口も設けられ、新幹線、在来線両鉄道を利用できるほか、両鉄道の連絡口としても機能する。到着、発車メロディ2017年3月13日から、愛の風と山鉄道新旅客案内システム導入に伴い独自の到着メロディ、発車メロディが導入された。なお、当駅の曲はいずれも株式会社スイッチの福島直也が編曲を担当した。なお、新旅客案内システム導入以前は、北陸本線主要駅標準の詳細自動放送の文面、到着、発車メロディであった。富山地方鉄道本線の電鉄富山駅は JR 富山駅の正面口前広場に面している。乗り換えには一旦駅舎の外に出る必要があり、当駅の列車と JR、愛の風富山鉄道線、富山ライトレールそれぞれ相互の乗り換え時間は約15分と案内されている。乗り換え通路には上屋があり雨にさらされることはない。駅名は富山地方鉄道の前身にあたる富山電気鉄道時代の駅名をそのまま引き継いでいる。駅番号は T01。東端式ホーム3面4線を有する地上駅で、改札口は JR 富山駅側の一つだけであるが、出入り口は JR 富山駅向けの西側のほか、私鉄ビル駐車場向けの東側にもある。終日駅員が配置されているが、駅員による乗車券発売時間は7時から20時までに限られる。かつては JR 富山駅1番乗り場から富山地方鉄道本線へ硬直デッドセクション付きの連絡線が存在し、国鉄時代の1970年代から1980年代にかけては475系電車を使った急行、立山やキハ58系気動車を使った急行、宇奈月、室堂、名鉄車両のディーゼル特急、北アルプスが、1990年代には、スーパーライチョウ立山、サンダーバード、宇奈月などの列車名で、いずれも臨時列車扱いで JR からの特急の付属編成が直通した。電鉄富山駅において、これら乗り入れ列車に乗降する際は、同駅の改札内から、富山駅1番乗り場に通じる連絡通路を通り、富山駅1番乗り場を利用することができた。1999年11月を最後に、旅客列車の乗り入れ列車は終了し、その後は、検測車が JR より不定期で入線する程度となり、連絡通路も閉鎖された。現在では、新幹線工事の影響によって連絡線も廃止されている。IC カード用自動改札機設置2012年3月17日より、市内電車、路線バスに導入されていた IC カードが富山地方鉄道の鉄道線でも導入された。それに伴い、改札に IC カード用自動改札機が設置された。ただし使用できる IC カードは e コミカとパスカのみである。IC カードを使用し、鉄道線を利用すると、運賃が 10% 割引になる。乗り場相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。電停ナンバーは C14。かつては富山駅前停留場と称していたが、2015年3月14日に解消された。当停留場を境に、私鉄ビル前方面が本線、新富町方面が支線となっている。ホームは列車に両分が停車できる長さがあり、停留場内に渡り線も設けられているので一部が接触しないように切り書かれている。富山地方鉄道富山軌道線の富山駅、停留場は2015年3月14日より JR 西日本と愛の風富山鉄道の富山駅、高架下に新規設置された停留場である。電停ナンバーは C15。当停留場から支線接続点までの富山駅南北接続線は富山市が軌道施設を建設、保有し、富山地方鉄道が車両の保有及び運行を行う上下分離方式となっている。ホームは南側に3面、東通路を挟み北側に同じように3面のホームがあり8番ホームまで存在する。なおに、6、7番ホームは降車専用となる。支線接続点がある交差点での列車通行時間を短縮するため、交差点進入方向の線路は手前で分岐している。これにより一度の信号現時で、南富山駅前方面及び富山大学前方面へ向かう各車両を同時発車させることが可能となっている。乗り場廃線随点前の富山ライトレールの富山駅北停留場は富山駅北口の正面に位置していた。東単式ホームを有する地上駅で東側にある単式ホームと中央にあるアイランドとで構成された2面2線であった。2005年度に牛島町交差点までの軌道が緑化されたが、東停留場構内は日当たりが悪く苔が繁茂するなどしたため、2015年に小松製錬が開発した新素材により再施行された。富山軌道線との接続工事により、東停留場跡地にはシーサスクロッシングが設けられたため、構内の緑化軌道は現存しない。富山地方鉄道富山軌道線との接続工事のため、2019年8月3日に駅前交差点の北側の仮設停留場に移転した。同停留場は接続工事が完了した2020年3月21日に廃止された。乗り場1970年当時の富山駅。周辺航空写真。現北口より、富岩運河方面へ分岐している路線は、富山港線、奥田支線かつては、JR 貨物の駅として、シャー使い貨物及び、コンテナ貨物を取り扱っていたが、1990年3月10日より、富山貨物駅に、その機能を移転し、当駅における貨物の取り扱いは廃止された。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日時点における、当駅接続の専用線は以下の通りであった。なお、1983年4月1日時点における、各駅接続の専用線を列挙した1983年4月1日付、鉄道広報第1023号別表、専用線一覧表に当駅接続の専用線は記載されていない。マリエと山並びにとやマルシェは当該項目を参照のこと。クラルテ、富山駅停留場西側及び新幹線改札口横に位置する。施設名称のクラルテはフランス語において光や輝きを意味する言葉である。主として日常の生活用品を求める客をターゲットとしている。飲食店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどが入居している。年表遠隔施設概要地上部には、ロッテリア、ドトールコーヒーなどの飲食店や富山地鉄ホテルなどが、地下にはスーパーマーケット、アルビスが入居している。エスタの名称は、パブリックコメントによるネーミングで、スペイン語で駅を意味するエスタシオンと英語のエンジョイショッピングターミナルエリアのアクロニムをかけている。昭和63年度富山県建築賞に入選した。マリエと山への連絡通路がある。最新の入居テナントについては、客中内のリンクを参照。かつて富山駅構内にあった富山駅特選館は、当該項目を参照のこと。主な駅弁は、下記の通り。名物であるマスの寿司の当駅における販売は、1912年より開始された。富山県統計年間と富山市統計所によると、近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は以下の通り。下記の各年度における当駅の乗車人員は次の通りである。駅北ブールバール南口は、第二次世界大戦後、富山市の表玄関として発展してきた。北口は、長い間、駅裏と呼ばれていたが、近年の再開発により、新しい富山の玄関として整備され、現在は、駅北とも呼ばれている。西口は、富山駅西口交通広場として整備されていて、一般車降車場、駐輪場があるまた、駅周辺には、富山市の自転車共同利用システムわびれのステーションが複数設置されている。南口にバスターミナルがあり、富山地方鉄道が周辺各地への路線バスを運行させている。北陸新幹線の開業に伴う新駅舎の使用開始に伴い、2015年3月14日より、富山駅南口のバス乗り場が再度移転となり、スペース等の問題で分散していた富山地方鉄道のバス乗り場が集約された。ただし、一部路線は北口を経由する。一部の路線バスのほか、ツアーバスから転換された高速バスが発着する。電鉄富山駅に関するカテゴリー、電鉄富山駅、江下前停留場に関するカテゴリー、支線接続点に関するカテゴリー、富山駅停留場に関するカテゴリー、富山駅北停留場に関するカテゴリー、富山駅バスターミナルに関するカテゴリー。ありがとうございます。